はい、今日のですねランチはこちら松本市里山目にあります万宝食堂さんに行ってみたいと思います。自家製の手打ちラーメンがね有名らしいんで行ってみます。はい、やっぱね手打ちラーメン食べてみたいよね。こう来たら味のある雰囲気入ってみましょう。おー、まだね早いから誰もいない、ラッキー。手打ちチャーシュー麺ください。はいはい、来た。手打ちチャーシュー麺か、ん、手打ちかこれ。あれ、あ、いけねこれ、手打ちじゃない方になっちゃった。あれ、間違っちゃった。ちょっともう一回振り返ってみよう。手打ちチャーシュー麺ください。はい、痛恨の店、俺の痛恨の店。あー、手打ちチャーシュー麺って言ってないもんな俺。うん、手打ちチャーシュー麺って切っちゃったから、うん、じゃあチャーシュー麺ねってなっちゃうよそりゃ。あー、俺バカだ、俺の大バカ者。よし、まあ、じゃあとりあえずいっちゃおう。何はともあれこのチャーシュー麺のチャーシュー見てよ、この分厚さすごくない。あ、おお、あっさりした黄金色の透き通ったスープ。おお、すごい、うん、パンチすごいねこれ。あっさり風味かと思いきや味しっかりくるよ、ガツンと。おお、鶏の旨味やね。うん、まむ。じゃ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 パパパパパパ。うーまむ。もう俺が悪いんだもん。うん、とりあえず普通の麺だけど、いっちゃおう。おおおお。あ、でもうまい。うまいよ。手打ちじゃないけどね。うん、自家製手打ち麺じゃなかったけどね、うん、俺が悪いのはしょうがないんだよ、うん、これはこれで、おいおい、おいしい、おいしいよ、もう手打ちじゃないけどね、うん、マンボー。はい、このチャーシュー見てこの分厚さすごいしょ。よし、ちょっと食べてみるかい。噛むと、おお、ほほほほ、柔らかい。おお、これはマンボー。ただ残念ながら手打ち麺を注文できなかったと。それだけが悔やまれるね。はい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 、おいしい。今度はね手打ちに挑戦したい。はい、ということで今日はマンボー食だ。ポー、おバカな動画を配信しております。チャンネル登録よろしくお願いします。